プリントでデバッグ、デバッカー使おうよ。デバッカーフォークロームは必要ありません。たった1行、たった1ファイル、追加するだけ。皆さんこんにちは、迷い人の天橋です。このチャンネルでは、私が実際にプログラミングをした時の備忘録やハウツー、チュートリアルなどを、ああだ、こうだ、と実行しますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただければと思います。Next.js チュートリアルのソースコードを使います。開発環境を構築していない場合は、概要欄のリンクを参照してください。今はコンテナ内に接続した初期状態です。ソースコードをダウンロードします。ターミナルから以下を実行します。デバッカーフォークロームは必要ありません。インストールされてはいません。パッケージ JSON を開きます。開発サーバの起動部分に以下を追加します。実行とデバッグビューを開きます。ランチ JSON ファイルを作成します。とりあえず Node.js を選択します。今回はこの設定は使いません。Docker を使用するのでリモート設定が必要です。サーバ側の設定を追加します。構成の追加から Node.js アタッチツーリモートプログラムを選択します。以下のように変更します。ネームはお好きにどうぞ。他はそのままで OK です。クライアント側の設定を追加します。構成の追加から、Chrome、ランチを選択します。ネームはとりあえずランチクライアントにしておきます。Next.js のデフォルトのポートは3000なので、URL のポートを合わせます。次にブレイクポイントを設定しておきましょう。インデックス TSX に一箇所。クライアントのソースがある場所。ID TSX。一箇所。サーバ側の特徴がわかりやすいところとして、ターミナルから以下を実行し開発サーバを起動します。カレントディレクトリを変更。開発サーバの起動します。それではデバッカーを起動していきます。選択できるデバッグは3種類表示されます。使用しないものは削除しておきます。アタッチツーサーバを選択し実行ボタンを謳歌します。実行するとコールスタック上にアタッチツーサーバが現れます。次にランチクライアントを選択し実行します。コールスタックに現れるほか Chrome が立ち上がります。ブレイクポイントで止まります。
注意しなければいけないのは、インデックス TSX は2回停止します。サーバ側で1回、クライアントで1回停止します。それぞれのコールスタック、変数で違いを確かめてください。実行を継続するとトップページが表示されます。リンクを動かしてブログページの動きを確認しましょう。サーバ側変換後で停止しました。変数ポストデータの中身が確認できます。このメソッドに渡された引数を確認します。パラムズ ID が SSG、SSR ですね。これは覚えておきましょう。続行してトップページに戻ります。一つブレイクポイントを追加してから、もう一つのブログを参照してみましょう。パラムズ ID がプリレンダリングですね。ポストデータもアンディファインになっています。ゲットポストデータを読んだ後は、変数の中身がブログの内容になっていることがわかります。もう一度このブログを見てみましょう。さてここでパラムズ ID の内容を SSG、SSR に変えてみます。デバッガーで変更できるのが良いですね。このようにクライアントもサーバも JavaScript もタイプスクリプトであってもソースコードデバッグできるのでとても便利です。この他多数の言語もサポートされているのでどんどん使っていきましょう。